半世紀生きたまま働きたくないピレンです。おはようございます。4月14日朝11時半です。では今日も一日よろしくお願いします。はい、今日はちょっと用事があるんで外出してます。ついでにスーパーで寄って買い物してきます。では今京都駅来たんですけど、今お昼過ぎ2時回ってんすかね。ちょっと全然人がいないですね。コロナウイルスの影響で観光客来てないですかね。まあこれだけの騒動になると思わなかったですね。一応僕もマスクしてます。今日は外で店の中もね、カウンター席を、席1つか2つ開けてちょっと間隔取ったりして、その密集を避けて営業してるとこもあるんですけどね。まあテイクアウト持って帰ってそれでお昼に食べます。店担保今日のお昼ご飯、牛丼テイクアウトしてきました。ではいただきます。うん、あーカツうめ。食後のコーヒーです。今日はお昼ご飯遅かったんでコーヒーの時間に食ってます。今日の晩ご飯は昼間食べた焼肉丼、牛丼買った駅弁屋の売ってた牛肉たけのこ炒めかと、あとスーパーでひじき と卵焼き買ってきました。ではいただきます。タケノコ柔らか、おいしい。肉うめえだやっぱ。はい、今日14日の支出は4816円です。はい、ヒロという焼肉屋の
昼に食べた弁当 と、晩ご飯のおかずのたけのこ炒めが合計1760円で、あとスーパーでいろいろ買い物をして3056円。なんかね、食器洗い洗剤とか、お菓子とか、今日の晩ご飯のあのだし巻きとあれひじきに、あと缶詰も買ってます。でこれが3056円で合計4816円です。はい、預金残高642万3442円です。はい、動画ご視聴いただきありがとうございます。ピレアンでした。ではまた明日。